ジャクソン・ヘインズはアメリカ・ニューヨーク出身の男性フィギュアスケート選手。音楽とバレエをフィギュアスケートに取り入れたフリースケーティングを考案し、近代フィギュアスケートの父と呼ばれる。1976年世界フィギュアスケート殿堂入り、スケートを始める前はアメリカ・ニューヨーク出身のバレエダンサーであった。1863年に非公式であるが、アメリカ選手権チャンピオンとなる。 1864年にヨーロッパに渡りウィーンでスケーティングにバレエのポーズやダンスステップを取り入れることを考案した。ベートベンやシューベルトの曲を使用した。彼のスケートはインターナショナルスタイル呼ばれた。これが現在のフィギュアスケートの原型となった。スピンの基本姿勢の一つであるシットスピンを考案し、このスピンはジャクソン・ヘインズスピンとも呼ばれている。 ヨーロッパ各地でスケート学校を開き、スケートの普及に努めた。門弟には、1888億18 1889万1891年、アメリカ選手権優勝のルイスルベンスタイン、1906年、アメリカ選手権優勝のアービング・ブロコーラがいる。1875年、フィンランドにて死去。破壊しに、米国人のスケートをと刻まれた。 1976年に世界フィギュアスケート殿堂入りした AB-19th Hall The Leaders Take Over Hat AB 梅田京子今川智子著、フィギュアスケートの魔力 P32 ありがとうございます